飛脚は、新書や金銭、為替、貨物などを輸送する職業、またはその職に従事する人のことである。佐川急便の商標でもある。単純な使い走りとは違い、事業が組織化されているのが特徴である。当初はもっぱら公用であった。律令制の時代には党から導入された駅制が設けられていた。京を中心に街道に駅が設けられ、死者が 駅に備えられた駅場を乗り継いだ。重大な通信には、秘駅と呼ばれる、支給瓶が用いられた。秘駅には、駅令が授けられた。律令制の崩壊に伴い、駅制も廃れてしまったが、鎌倉時代には、鎌倉美脚、六原美脚などが整備された。これは、京都の六原から鎌倉まで、最短72時間程度で結んだ。廃絶してしまった、駅に代わり、 商業の発達に伴い各地に作られてきた宿が利用された。室町時代には京都御所と鎌倉府を結ぶ関東美客が設けられた。戦国時代には戦国大名をはじめとする各地の諸勢力が両国の要所に赤書を設けたため両国間にまたがる通信は困難になった。戦国大名は書状を他の大名に送るため歌詞にやじそう。 山伏が飛脚として派遣された。これらは連携が進む一方を、しばしば密集であったので業態化しなかった。また、人目を忍ぶため徒歩が増えた。江戸時代に入ると、五街道や宿場など交通基盤が整備され、飛脚による輸送、通信制度が整えられた。江戸時代の飛脚は馬とかけ足を交通手段とした。講義の次飛脚のほか諸藩の大名飛脚。 また、大名、武家も町人も利用した飛脚や、飛脚問屋などの制度が発達、当時の日本国内における主要な通信手段の一翼を担ってきた。飛脚が運んだものは、新書や小荷物から近隣にまで及んだ。飛脚は明治以降の郵便制度に比較すると、費用的に高価で、天候にも左右された。ま、態度、大阪間は一業者で届けられたのに対し、江戸伊藤の映像、 大阪伊勢へは別業者に委ねられたが、連携は必ずしも円滑ではなかった。このような理由で、期日に届かないことも多かった。毎日配達しないため、金世の書簡は案件をまとめて記されることが多く、費用的に安価であることや、儀礼的な理由で飛脚を用いずに、私的な使用人を介して伝達されることも多かった。明治時代に入った1871年、 駅停止に所属していた前島ひそかの提案でイギリスの郵便制度を参照しつつ従来の飛脚の方法をも取り入れて郵便制度を確立した。飛脚業は郵便事業の発達により衰退した。郵便料金に対抗して近距離の飛脚料金を郵便の半額にしていたが、前島ひそかは飛脚が全国ネットでないことと世界へ。 手紙が届けられないことで、佐々木章介と話し合った結果、郵便制度に並行する形で飛脚問屋は陸軍、元会社として再組織され、小荷物、現金輸送に従事した。飛脚として活躍した人々は、郵便局員や人力車の車夫などに転じていった。現代の飛脚といえば、宅配便、軽貨物便、自転車便、バイク便などが相当する。 佐川急便は自社のトラックに飛脚の絵を描いている。フェリーチェペアとによる飛脚の着色写真江戸時代中期、明治初年における民間の飛脚問屋は基本的には決められた、定日に荷物を集荷すると荷物監督者である裁量が主要街道の各宿場の天馬制度を利用して人馬を変えながらリレー輸送した。荷物をつけた馬と馬型を引き連れた裁量は乗馬し、 防犯のため長脇差しを台頭した。宿泊は指定の飛脚宿に泊まった。途中、人罰技術の渋滞、現金盗難、河川増水、地震遭遇など、不慮の人災、天災により、延着、付着、紛失もあった。高額の金を支払い、一件のために発したのを下手飛客といい、また、早便として、6日元 7日限などの種類があったが、遅れがちであった。飛脚問屋が特権にこだわったのは、延着、沈銭などの課題を抱えていたからだと思われる。森佐満万は、当時のシステムを具体的に説明している。江戸京阪を結ぶ飛脚のうち最低料金のものを、涙よりと呼び、日数の保証はなかった。昼間のみの運行であり、また、駅場の管轄を利用して運行する、関係上、 片道オームに30日を要したという。これより急を要する場合、所要10日の10日間、6日の6日間はあるいは、早頼りの利用となったが、東海道の通信量増加とともにかく、宿での耐化が増大、それぞれ2から3日の延着が通例になったという。そこで、江戸情報を6日間で走ることを訳した定飛客が登場し、定録、または小録と呼んだ。 さらに下級の書状では、4日源自立美脚が組まれることもあり、料金に4両を要したという。これらの飛脚に便乗させる形で書簡を託すことも可能であり、差し込みと称した、運賃2から3分という。こうした便乗は概ね世界的な傾向であった。江戸時代の日本の飛脚については、駅停止口、日本通運、車誌などが基本文献である。 研究論文に関しては、藤村淳一郎による論文、本国の業績数が群を抜く。国内外の通信の歴史については、星名さだを、情報と通信の文化史がある。日本の飛脚研究は、近年の高度情報社会を背景に、情報史の領域で扱われる傾向にある。飛脚は、上流や古典落語川流強化などに登場し、庶民に親しまれていた。 また、時代小説の題材にも取り上げられている。ありがとうございます。